テラバクテリアとは、細菌の系統についての仮説である。グラム陽性菌や光合成細菌を中心とした、系統であり、縄文相当とされることがある。2004年に、アイイロ細菌門、デーノコックステルムス門、合仙菌門を含む系統として提唱され、後に、クロロフレクサス門やフィルミクテス門、その他の菌炎系統が追加された。実在するとすれば6000以上の種を含む。 これは記載されている細菌の2、3を超える。いくつかの分子系統解析がこの系統の実在を指示しているが、定説ではない。外膜のない細菌類のほぼ全てを含んでいる。起源は大陸の発達した30億年前に遡ると想定されており、細菌や古細菌の中では比較的後発のグループである。地球史における陸地の発達と関連すると考えられ、 乾燥、紫外線、高潮環境への適応に優れている。海中での占有率は12から14%だが、湿った土壌では28%、乾燥土壌では67%を占める。そのため、ラテン語で、大陸、陸地を意味するテラバクテリアで、テレバクテリアと名付けられた。放線菌とフィルミクテスモン、テネリクテスモンは、従来から外膜がないとされてきた。また、 クロロフレクサスモンも細胞壁にリポタ等がなく構造的に類似している。外膜を欠損するのはテラバクテリアに固有の形質であり、その他の細菌はすべて外膜を保有している。なお、アイロサイイロ細菌モンとデーノコックステルムスモンには外膜がある。フィルミクテスモンと放線菌デーノコックステルムスモンの多くの種はグラム陽性であり、また、 クロロフレクサスモンにも多くのグラム養成菌が所属している。テラバクテリア以外にグラム養成の細菌はほとんどいない。フィルミクテスモンの多くの種は内製胞子を形成する。また、ホセン菌のうちストレプトマイセス属、マイコバクテリウム属の一部の種、藍色細菌のプレウロカプサメが内製胞子を形成する。また、ホセン菌の多くの種は分節胞子を クロロフレクサスモンのクテドノバクテリアズナも、出荷方式を形成する特徴がある。一方、テラバクテリア以外の細菌で方式に、類似の構造を形成するのは、クラミジアモンやプロテオバクテリアのごく一部の種に限定される。A.B. リンケ、C. シュワイオンテック、P. スックスアーバ、A. エトール、インサイツイントゥーザファイロジェニー、アンドコーディングポテンシャルオブマイクロビアール、ダークマター、 ネーチャー、499, 431から 7, a, b, バティスト g, カイユー、a, フェイジアアンド s, b, ヘチス 2004, a, ゲノミックタイムスケールオブプロケリオットエボリューションインサイツイントゥーザオリジンオブメシナジェニシスフォートトラフィーアンドザコリナゼーションオブランド b, m, c, e, ボリュームバイル4時44分 a, b, c, d, バティスト g, f, u, ヘッジス SBA メジャークレイドオブプリクリッツウィズエンシェントアダプテーションスツーライフオンランドモールバイル E ボリューム2633543ベルンエ m ゴルトベルク D オートマティックセレクションオブレプレゼンタティブプロティンズフォー、バクテリアルファイロジニー b m c e ボリュームバイル534ただし何よる系統樹では って言ったバクテリアに入らないフソバクテリアの位置は不確定。ありがとうございます。